どうも、こんにちは。今回は、ディアブロ3でお送りしたいと思います。でね、ここ1、2週間で、新種族の、ネクロマンサーですかね。これが、追加で、キャラクターで出てきたので、ちょっとプレイしていきたいと思います。でね、スキルが、なんて言うんだろう。まあ、召喚は召喚なんですけど、召喚師って言って、モンスターを召喚して攻撃させていくっていう感じなんですけど、ちょっと触り触りでやったんですけど、まだよく分かってないんですけど、まあ、召喚するのかな？いろんなスケルトン、軍団、召喚。まあ、この辺はね、ちょっと適当にちょいちょい、一時停止して、スキルがどんなのかっていうのをちょっと、また、見といてください。僕もちょっと見返しておくんで。まあ、こんな感じなんですけどね。なんかね、マジシャンと、ウィッチドッグをなんか、融合させたような感じなんですけど。まあ、この150回でいいかな。で、視力はね、死の軍叫団びかに立な。ち向かえば。死の軍団を、召喚させて、で、三角で変身かな。これかな。これでし、移動速度とかはそんなないんですけど、なんか、火力じゃねえな。範囲火力的なもんが、結構いい感じですね。まだ力が溜まっていない。で、まあ、移動面も瞬間移動とかあるんで、快適っちゃ快適なんですけど、まあ、ノーマル的な速度だと、クルセイダーとか、バーバリアンとかの方が、早いのかなっていう感じはするんですけど、まあ、これも結構快適ですね。なんか映像もめっちゃ綺麗になってる感じですね。なんか見てると。まだ力が溜まっていこれない。もアップデートしてるのかな、映像も。まだ力が溜まっていない。でね、ダンジョンとかもなんか追加されてますね。ってことはまた、まあ、追加されてるって言っても、まあ、50から100通りぐらいとは思うんまですけだど、力が溜まっていない。もう少し時間が必要だ。力が溜まっていない。まだ力が溜まっていない。リフトが。少し時間が必要だ。まあ、結構そんなにめちゃんこ早く行く感じじゃないとは思うんですけど、殲滅火力が結構いい感じですね。あ、対局あげとこうか。うわ、失敗した。うわ、
あ、いけたいけた。お、2、あと3か。いや、結構快適っすね。このスキルがね、四角死の軍団っていうんですけど、これが、スケルトンの軍団を召喚して攻撃させ、15ヤード以内にいる敵に武器ダメージ 12000% の物理ダメージを与えるですね。まあまあ、これが結構すごいですね。でね、あとはパワーの方はね、まだアイテム、このネクロマンサー専用のアイテムをまだ入手してないんで、適当に入れてるんですけど、まあなかったらなかったで適当にエリートモンスターやで、まあ、火力的な面ですね、底上げできるようなもんとか上げて、まあ、武具とかはもう OK の移行の指輪でセットボーナスをつけて、まあ、足りなかったらこれでちょっと補うっていう感じでもいいと思いますね。で、この変身、なんか変身ってなんか霧が出てくるんですけど、これも何なのかな。死の大地、10秒間すべての死体スキルを自由に使えるようになる。へえ。で、下の活性化が、死者の大地の発動中はエッセンスを消費せずにスキルを使用できるようになる。まあちょっとスキルが全部把握してないんでわからないですけど、まあ発動中はエッセンスを消費しない、まあリソースですね、これを消費せずに使用できるようになるっていうんで、まあ結構快適にはなると思うんですけどね。まあこんな感じでちょっと今後もこれもちょっと面白そうなんで使っていきたいですね。これもちょっとどんな感じでいくんかな。まあスタイルはちょっとコツコツとやりながらやっていきたいと思うんで、まあまた期待してみててください。じゃあちょっと簡易ではあるんですけど、この辺で終わりたいと思います。ではまた。